おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。モンバットビクトリーを実況してくれる人が多いのはね、いいことです。定期的に視聴者さんにもなんか懐かしいとか来てくれる人って、やっぱこの手のゲームってそうっすよね。まあ昔のゲームだったらで、実況する人も多いわけです。はい。で、失踪する人もまあそこそこいるわけです。ダークランさんもなかなかの比率でいるんですけど、僕はね、実況者に一つ進めたいことがあって、一緒に、あの縛り並走しませんか誰か。もう俺じゃなくていいから誰かやってくんねえから、誰か位置ついてくんねえ。本日はですね、アークデーモン、ベレス、ベビースさん。非常に見た目がオーソドックスな悪魔3体となっております。なんかあれだね。なんかフレッシュな感じだね。こうして見るとね。まあ、フレッシュな悪魔3体ですよ。アークデーモン、ベレス、ね、ベビースさん。なんか、ティラさんにしてはね、300回やった人が、なんか、急にフレッシュなチーム使ってどうしたんだと。まあ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 、賢い方はわかるかもしんないんですけどね。はい。じゃあ参りましょう。で、今回ね、何が気になるかって、ベレスなんですよ。これ、ベレスっちゅうやつがね、使いづらいモンスターでして、魔法使っと組むことで、デインが使える、貴重なデイン使いの一体です。はい。カードイラストもデインのね、がね、雷のイメージしてるんですけど、じゃあ、モンマスとか他の職業使うとどうなるかっていうと、威力の低いね。威力の低い打撃技しか使えないんですよ。あーんで、君もね、そういうことし始めるわけですよ。はい、チョコン、せーの、ふぅー。おい、君たちさあ、そんな主役、いきます。デスサイズ。いけいけ、暗黒の力、いくぜお前は何をしとるんだ。もうね、開幕から君たちは一体何をしているのかと突っ込みたくなります、さっきから。おーおーおー、そしてベースこうなるわけか。うん、まあ、パッと見なんか上級悪魔、中級悪魔ね、初級悪魔と。まあ、モンバトではね、どれもこれもね、そんな強さに大差がないんですけど。おーそれが外す多分おわーっ外すって言った瞬間、そして皆さんもうお分かりかと思います。賢い方ならわかりますよね。なんで僕この3体チョイスしたの？ん。何も考えなしに悪魔3体で組んだりしませんよ、そりゃ。見たい技があるんです。別にこいつらじゃなくてもできます。ただ、なんか見た目はこいつらがしっくりくるんです。参りましょう !3 体変な武器3体で融合、後ろから行くぜー、アースジャベリー、それ後ろから出てきた超特大スラモリ戦車、どう見てもこれスラモリじゃん、行くぜ、ドリル突っ込めースライム大戦車としてプラー、せーのドーン絶対にこれスラモリやん。そういうわけですよ。簡単に言えば、さっきのなんか戦車出てくる技あるじゃないですか。あれ、スラモリで何て言うんだっけな、スラモリにいるんですよ、あいつ。割としかも強いんだけど。大会優勝したのもあいつだったよな。あいつなんか使用禁止になるレベルで強い戦車だったんですけど、何だったっけな、忘れ名前忘れちゃった。調べとくわ。うん。あいつがなぜか後ろから出てきます。この特殊武器3体ですね。他に使えるモンスターとしては、一つ目ピエロじゃねえ。切り裂きピエロだ。切り裂きピエロとか、おーい切り裂きピエロ、死神とか、カマ系、あと、デュラハーンとかでもいける。うん。割となんか特殊系武器3体でいきます。で、なぜかこれを押し始めます敵は、まあ、すると思ったわ。うん。なんで早送りお送りしておりますって言ったこの話は。向こうもね、これね、多分動画一体何回もね、お前出てるお前ら。うん。で、何回も早送りにしてるんだよね。だからもう僕ら聞いてたらこれすごいもんみたいになりましたよ。さあ、行ってこい悪役君、異様な線を捉えた、はい、せーの、オッケーオッケー、十分。さあ、向こうが必殺を見せてくれたんで、こちらも今日これ使うだけの動画ですよ。本日の動画はなんとこれを使うだけの動画です。うん、早いなよし、無事にね、行きました。よかった、無事に発動したな。こちらも返す、後ろからカメラは何もしていないんですよ。この悪魔3体って何もしてません。
後ろから必殺のドリル戦車を呼び出してるんですよ。行きます、スライボールブミ大戦車としてポザンレッツゴー。これほどさ、モンスターが力を合わせない必殺技ってあるの？嫌な予感がすんな。これは続かないな。しかも背景まで前回の動画と一緒じゃねえかよ。建物出てきたぞ。なんか建物も出てきてしまったしな。もう処刑が確定しちゃったじゃん。今更何をしに来たんだと突っ込みたくなることを儲けなんでございますが。まあ付き合ってあげましょうよ、ちょっと。暗黒魔人小さいな。にしても。さあ、行きましょう。この鎌を使った一撃でね、相手の魂を刈り取ります。行きます。死神とは違えんだ。行くぞ。ほら行くぜ。暗黒魔人が柔らかすぎる。暗黒の魔人が柔らかいな。あ。しかし、MP が足りない。あれ、どうしよう。まあ、フォークで刺しとくか。はい、せーの、はい、はい、ちょさあ、こちらもちゃんと行きましょう。イオナズンを捉えた、オニコンでお世話になりました。うわオニコン伝説ではお世話になったわ、悪伝くん。まあ、現在進行形お世話になってんだけどさ、まだ。本当にね、悪伝には驚かない。いた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 。お互い軽くと、こいつらさ、そうそう。この3体共通点があってさ、誰一人として耐久性ねえんだよな。多分大魔王このまま突っ込んで削り切られる気しかせんのよな。どうも建物です、山のように大きな魔人。雑に仕留めたな。ただこいつら前回のパーティーより耐久力ないけど、誰ならいけっかな。ちょっと考えてみるわ。考えて答え出すわ。うん、考えた結果一つの結論が出ました。耐久力多分この前のパーティーよりないんですよね。ピーチクちゃんとかコドラよりないです。回避率もないです。そんな中、地獄の帝王に挑みたいと思います。うん、どっちかといえば力が高いブルーに入る地獄の帝王。粉砕されそうな気がしないでもない。何も考えてない。賞賛がないわけではないです。一旦目にですね、ここで風のマント貼るんですよ。そうすることで一応ノーダメージにすることはできます。はい、まあ早計判断な気がしないでもないんだけど、どっち食らってもきついってなるんだったら、さあ問題はこの5100というね、少ない HP ではありますが、削り切りが大変だ。いけんどうの、何をしんの。今日外し多いなぁ。行くぜ。このダメージのね、通しづらい。あ、君だ、君いける。唯一エスタックに打点取れるの君がいるやん。いける、いける、いける、君はいける。オーケー、310ダメージだもんね。そう、エスタークは爆発攻撃なら大丈夫なんですよ。ああ、やっちゃったね。そんなパターンなんだよ。そうです。カゼルマントした時に、瞑想しちゃうと、しょんぼりするんですよね。これは、ちょっと後手に回ってる。確かにノーダメージにはできるんだよ。いやー、やったか？え、まだまだだ。まだまあまあまあ。でもまあ、言うて、まだ、全然、勝負始まったばかりですよ。とりあえず、ベビーサタンがね、ベビータンちゃんが、いい感じの打点を取れる。大丈夫だね。うわぁ、勝てぇ。頑張れ、イオナズンを捉えた。せーの、いいねー、いいダメージ出んの、やるじゃん。う、あれ、頑張れ、ちょっと避けて、避けないって俺言った。頑張れ、うおぉ、いった600って。ねえ、思うけどさ、何があってベビーサタンの時にさ、ベビーサタンって成長したら悪デモンなんやろ。確か。何があってさ、あんな氷に弱くなんの。何があったらさ、ベビーサタンから悪デモン成長したら氷こんな弱なるんやろな。いや、でも打点は足りてんだな、意外と。やるじゃん、お前ら。打点はいいけどさ、耐久全然ない。まあでも、このターンって攻撃しないんですよ。3ターン目エスタークって攻撃しない特性持ちますんで、ここは別に心配しなくていいです。はい。問題は次。
次だな、次の時にどんだけって感じやな。でもどうだろう、ワンチャンいけんじゃねえかな。まあとりあえずしっかり攻撃を当ててくれないと話が進まない。いい感じいい感じ。でもここ大事よ、瞑想や。どうだろう、エスター君の行動ってブレが大きくて、こうやって瞑想で遊ぶことも多いんですけど、次の行動でワンチャン死ぬかもしれません。いや死なないでしょ。いや言うてでも来たとしてドリームオアでしょ、大丈夫だろう。こっちこっちはね、みんな悪魔です。悪魔っていうのはね、まあ、やんかたりは暗黒属性ですよ。悪魔って、悪魔ってついてるんですから。耐えるでしょ。いや、耐える、耐える、なんだ。俺たちは甘く見てるわ。俺たちは甘く見てる。悪魔だよ。お前がテンション溜めてくるんで、こっちは悪魔なんだよ。なら暗黒なんか余裕で耐えてみせよう。危ねえ。危ねえ。よ、はい。めっちゃ危ないじゃねえかよ。いけたな。いけたな。うん。いけたわ。で、でもっていけたわ。やった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 。おう、ご、なんで生き残るとはな。いけ、スタンクを最も恐れていた男。いくぜ、109最強マヒャデロス。よくいけたな。ちょっともう輝く生きるダメージ、いや見てやべえと思ったけどね。うん、ベビタンの方が優秀なんだよな、耐久が。本当に何があったらさ、なんか階段上がりになってくるんよ。階段上がりにダメージが増えてったらさ、どうしようかと思うよ。さあ、ここからですよ。先ほどは瞑想とかでね、遊んでるターンが非常に多かったです。あれは勝因の一つだと思います。そうはいかないと。帝王の怒りが加わり、マヒャドに変わり、地獄の豪華に変わり、すべてが超攻撃型にあった新エスターク。果たしてこんな耐久低いやつらで突破できるんでしょうか。やっぱり賞賛は1ターン目の風のマントです。エスタークはね、こいつに至っては1ターン目は確定防御になります。瞑想もないんで、まずこれはね、多分確定じゃねえかな。うん、この一旦に地獄の竜巻に吹っ飛んでいくわけにいかないだろ、お前ら。おーい。えい、ちょこん、はい、ふぅー、じゃーん。なるほどね。まあでもそこそこで、あ、あかんかんかん、うわー。頼むからユナゾンしてくれ。さあ、本日は大して目立っておりません、この方。いけるか、いけ、暗黒の釜デスサイズ。おい、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。一番打点出したのはお前かい。そうなんですよ、この帝王の怒りが。ああ、そうだよな。まあここは防ぐからいいんだけどさ、耐えれっかな。エスタークの攻撃力に、そう、さっきなんだかんだで帝王の一撃すら来なかったからね。言うて暗いがどんなもんかわかんないよ。まあ1000は超えると思いますけど。もう驚かないよ、1000来るって言っても。俺1000って言ってももう驚かなくなってきましたからね、ここまで来ると。とりあえず思った以上にベレスは平均打点を出せることが分かった。うん、火力はいけそうだね。爆裂どんなもん。 OK、 十分だ十分だ十分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 、いいいいいい火力出てるよ。とどめボーダーは大丈夫そうだね。 OKOK、 いけん、ベレスいくぞ、いくぞ、せい、オッケー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 、いいよ、頑張ってる頑張ってる。うわー、地獄の子大丈夫。うわー、いっちゃ、ベビーターン。お前か今度は。そうなんですよ、ベビーサターンは今度は炎に弱いんです。氷には強くなってる。なんで体勢真逆なのよお前ら。体勢が真逆すぎる。まだ終わってない、まだ終わってない。いや、まだ終わってないと言ってもな。え？え？おっと、相手の攻撃。え？え？え？悪念！頑張れ！避けろ！お帰りだ！お帰りだ！お帰りだ！流れるように受けたね。